ブラッシングが終わりましたら、ステインリムーバーでのクレンジングです。ステインリムーバーのクレンジングなしにはこの後に靴クリームを塗ることはできません。よく女性にお話しするのはクレンジングの重要性、お話しさせていただくんですけれども、ゴシゴシ擦るのではなく、ステインリムーバーを含ませた、リムーバークロスで優しくクレンジングをしてあげましょう。ゴシゴシ擦ることでお肌に対する、まあ、いわゆる摩擦のストレスというものは存在しますので、優しく擦ってあげるだけで、この、リムーバークロスに以前塗ったクリームなどがしっかりと取れてきます。